Nishijin-ori っていうのは、色にこだわっていて、たくさんの、色を使って繊細な織物を表現するのが Nishijin-ori なんですね。さらに私自身自分なりの思いの色があって、それを自分で染めて、ものづくりをしています。何回も試し織りをして、いいか悪いかを、自分の感性を信じて決めていきます。
弊社は創業120年の会社ですが、創業当初から様々な織物にチャレンジしているベンチャー企業だと思っています。